君のおかげだよ。
よ。全部君のせいなんだよ。好き。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。HMV 札幌スタープレイステーションにお集まりの皆さん、こんばんは。こんばんは。やよいです。やよかです。れいかです。あやかです。あゆみです。私たちのモットーは、初心を忘れることなく、辛い時、落ち込んだ時、悲しい時、そして楽しい時も、みんなに笑顔とハッピーを届けたい。その名も3代目 HAPPY、ハッピー少女です。よろしくお願いします。はい、本日はライブプロマンスリーライブをお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ね、もうね、すっかり9月20日そうなんですよ。20日ね、9月も終わりに近づいてる。そう、ここまで来たかって気持ちですよ。気持ちですよ。まあね、もう秋にも入ってるんですけど、なんかみんなは秋といえばみたいな、やりたいこととか、もうこんなことしたよとかありますか？はい、レイカ選手、やっぱ秋といえば食欲の秋じゃないですか。あー、それなー。昨日、大垣さんと大垣フェスって言ったんですよ。あら、大垣フェスと大垣リコーチやってますね。たくさん食べて、もう今日体がちょっと重たいです。あら、いっぱい食べました。昨日の影響だった。みんなさん行きましたか、大垣フェスは？行った、みんな行った人、行ってるって、行ってる、行ってないんだよね。私はね、なんかね、行ってないんだけど、大橋さんとデッカが、私が事務所に行ったら、なんかお土産買ってきてくれたんですよ。なな、な、何食べたの？牛って。牛食べたって。牛ワイルドだね。芋ポテトと、芋あと、なんだっけ、あの、カチュカマのチーズ、カチュカマドボーンってしてそう、伸びたの、美味しかった。牛、芋、カマね、食欲の秋って感じかな。そうだね、食欲いっぱい食べるグループです。はい、そうなんでしょうね。あやかもみんな食べるよね。みんな食べるの大好きだから、ね、で、そんな感じでね、皆さんもそれぞれのね、秋をね、楽しんでほしいなと思います。2019年楽しみましょう。はい、はい、それではじゃあ告知をしていこうと思います。はい、ライブプロは10月の2週目から毎日ライブが始まります。おー、なんだと、なんだと。3代目ハッピー少女は毎週金曜日にライブするので、もしよかったらぜひ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 遊びに来てください。おーい。はい、私たち3代目ハッピー少女、Twitter、Instagram、YouTube やってます。はい、3代目ハッピー少女で検索したら全部出てくると思うので見てほしいです。はい、ついさっき更新されました、 YouTube。 そうなんですよ、そうです。そう、金曜日だからね、ハッピー場の新しい動画出ました。はい、今回はね、ハッピーランドっていうこの間定期公演をやったんですけど、それの総集編となっておりまして、あ、なんか楽しいこといっぱいしたよね。あ、だからそれいっぱい見てほしいの。絶対だよ、みんな。はい、見てください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ハピジョは残り2曲となりました。皆さん、サイレントなので、ぜひ手拍子をね、いっぱいね、したりね、皆さん一緒にお願いします。はい、それでは次はこの曲です。聴いてください。大好き日本。日本人で
人間は言葉を考え喋り出した。気づけたのだね、日本人でよかった。やりたいことがたくさん溢れてるけど、元気に生きていること感謝しよう。夢が叶えたのかはわからないけど、生きていることがもう奇跡なんだ。そんなことよりもお腹すいた、泣いたでしょ。よし、センター決めず、じゃんけんするよ。じゃんけんぽん、はい、どうでしょう。はい、こうでしょ。じゃんけんぽん、あっち。
日本と大好きを聞いていただきました。愛してるね、みんな。愛してるね。はい、ということでハピショーのライブはこれで終わりなんですけども、はい、全てのライブ終了後には今日は誰でも参加できる無料のハイタッチ会もありますので、皆さんぜひ参加してください。はい、そして今日は CD もたくさん売られてますので、皆さんぜひハピジョのね、CD もね、購入してほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは以上、3代目ハッピーショージョでした。ありがとうございました。ありがとうございます。後ろの皆さんも本当にありがとうございます。バイバイ。